戦艦軍の新兵たちは立ち上がることすらできないわ。上古だからこそあの化け物をリーウェ校に近づけさせるわけにはいっ怖い。2000年前の魔人戦争はこんな敵と戦ってたのか。今ここにいる七星、戦艦軍、それと仙人たちの力を話し合ったけど、それは嘘だろ。でも方法はある。奇襲機の剣で七星を悩ませたようだな。せっかく奇襲機を作ったわらわがこの場にいるの。仙人の装置、凡人には分かるまい。だがわらわが少し手を加えれば想像を超える改良もたやすいこと。これも仙人との縁かしら。ここにいる仙人たちも装置に戦力を注ぐことができるはずだし、これで新奇襲機で魔人と戦えるわ。善は急げ、今が決戦の時よ。作戦開始。仙人たちが奇襲機を操作してる。ファデューに邪魔させるな。動ける兵士は私についてきなさい。オイラたちも手伝うぞ。数千年ぶりに魔人との手合わせ、さあ来い。お前たちの本気を見せてくれ。元気を出しておくれ。これって戦
綺麗にしませんと。キリンの血はあなたを守ります。安心して本気で戦ってください。魔人戦争の時も私はこうしました。こんな一面もあるの。夜叉の名は敏捷を意味する。我が戦力を持ち我のように走れ。邪魔者は消えた。ようやく本気を出せる。気をつけろ。奇襲機が壊された以上反撃は厳しい。しかし軍玉閣は最後の砦です。いずれにせよもう後には。私に策があるわ。教皇様、それは軍玉閣を放棄する。
どういう考えで。わかった。旅人、助力を願う。セラ、我が友、今日の別れはいつかの再会のためでもある。あの不吉な気配は確かに消えたな。禁忌滅却の札の力は永久ではない。渦の魔人でも簡単には逃げられぬ。ご協力感謝します。皆様がここにいなかったら、リユエコーはどうなっていたか。今さら機嫌を取らなくてもよい。わらわたちとて偶然ここにいるわけではない。リュウンや、そこまで言わなくてもよいじゃろ。行幸が商売を始めた時から限りある収入で軍玉閣の建設に取り掛かったと聞いた。最初は一部屋だけだったのに増築を重ね、今のような旧彼女にとってあれは商人として、軍玉閣が壊れたのは彼女にとってはかなりの痛手じゃろうな。これほどの協力と犠牲。いいえ、交渉の手段として使えることこそ誉れる。私のためにわざわざありがとうございます。皆様がここにいらした理由も分かってます。おや、3700年、皆様が帝君とリーウェを守る契約を結んでから3700年が経ちました。リーウェの土地は盤石のように固く、1000年前と少しも変わりありません。しかしリーウェはまだ3700年前のリーウェ、この土地だけではなくこの都市、そして人々にも目を向けてください。我らの守り方を疑っておる。そういうわけではなく、先輩方にもう一度リーウェのために考えてほしいのです。先輩とはな、わらわたちにとって七星など先輩後輩。今朝帝君の夢を見ました。私は凡人だけど、七星としての契約がある。歴代七星の積み重ねは必ず価値のあるものになる。帝君の導きのもと、私たちは人間の世界で必死に生き、貿易という名の契約の網を作ったと。でも目が覚めるまで何も言えませんでした。京子、傍観者としてお前たちはどう思う？そうだな、これはモンドで起きたこと、四風守護と風神の民の間の話だ。風神は彼らの対立を止めたかった。対立が残すのは心の傷だけ、メリットは何もないから。属性の七国それぞれ難点があるのね。確かに簡単な道理だが、仙人として協力してくれた異邦人の行為を無駄にはできぬ。
まあこの年の人々に目を向けてほしいと行子も言ったんじゃろ。バーヤはそうした。あんたたちもしてみないかい。皆様、この度はありがとうございました。何者だ。千眼軍隊長アイガン、礼を言いに。これが最後の戦いになるかと思いましたが、皆様のおかげで最悪の事態は免れました。私は一兵士ですが、これからも全力でリーユエを守り、このご恩をお返しします。あれ、みんな元気ないね。あの、怖くなかったのか。怖くないよ。千眼軍のおじさんたちも、神の目を持つ大人たちも、あとリーユへのみんながいるもん。危険な時みんなちゃんちゃんを守ってくれる。普段も美味しいものや面白いものを作ってくれるもん。あ、そこのお兄さん、守ってくれてありがとう。次の怪盗祭また来てよ。いけないな。え？いけない。我は仙人だから。そっか、仙人も大変だ。みんな、これが今の時代じゃ。契約の国は仙人に感謝せねばならん。しかしここ数年、仙人の力を頼らずとも、リーユエは安定しておる。凡人と呼ばれた人々は無力じゃが、思いは強い。神とリーユエの契約は昔のことじゃ。今はもう、リーユエと人の契約の時代じゃよ。港にいるだけで違和感を覚え、しっくり来ぬぞ。お前はどうだ、龍雲。わらわに聞くな。先に避難を言い出したのはわらわではない。あれ、仙人たちの雰囲気がなんだか変わったぞ。戻ろう。コーマ大勢。コーマ大勢の意図はわかるぞ。私がここの契約を理解したとき、リーユエはまた違う顔を見せるだろうな。まあよい、帰るぞ。ふん、皆がそう言うなら我も執着はせぬ。だが我らが去った後、リーユエ七世が横暴な振る舞いをせぬか心配だ。さあさ、昨月も戻るがよい。その監督の権利はリーユエ万民に任せるんじゃ。人間と仙人の危機もこれで無事終了だな。あ、そうだ、まだ一つ解決してないことがあるんだった。この危機、孔子が魔人を呼び起こした理由は元王帝君をおびき出すためだったよな。危機は去ったけど元王帝君は姿を見せてない。あの神の死は一体どういうことだったんだ。わからない。オイラたちが準備。